さあ、こんばんは。こんばんは。今回はですね、はい、忘れちゃった名前、なんだ、なんて言えばいいんだろう。肉味噌。あ、肉味噌。そうだね、肉味噌。そぼろがすげえ出てきてた。肉味噌を使って、うん、今回は肉味噌油そばを作りたいと思うんですけども、はい、皆さんにマジでおすすめなのがこれなんですよ。この硬質麺。はいはいはい。いい、これめっちゃ美味しいから、うん、だからもうこれまあ、そばじゃん。うん、そば、うん、ラーメン、麺、うん、そばじゃん、うん、中華そばっていうぐらいじゃん、うん、だからもうあれで年越しそばにもいいよ。適当か。俺たちは多分これは年越しには食べないけど。ということで、じゃあ作っていきたいと思います。はい、すみません、肉味噌から作っていきます。はい、はい、ではね、まず早速なんですけども、まずはね、こちらです。レジにて2割引き、いいね。この合いびきミルクなんですけども、こっち側が、この大きい方ね、が牛と豚の合いびき肉。はい。で、こっち側が豚だけですね。はい。だからまあ、で、こっちの牛の合いびきが7対3で牛なんだよね。うん。だからもう 100g。豚を足したってことだね。足したと。あ、まあ 200g だけどね、実質足して。うん、だからもう、実質1対1ぐらいにしたいなっていう感じなんですけど、うん、じゃあまずフライパンを熱しているので、このフライパンに、ごま油。はい。今回ね、たくさん作ってるんですけど、肉味噌の部分だけは作り置きができるんで、最後冷凍でも大丈夫ってことで、うん、たくさん作ろうと思ってます。で、まず最初に使うのが半量の、まずはひき肉だけですね。はい。まずこちらをオンして、で、これをね、全部、うわ、いい匂い、ごま油、ごま油いい匂いだよね。うん。もうちょっとこちらももう半分の量ぐらいに使って、てかもうね、食べる前からね、今回のやつは絶対美味しいと思う。うまいって分かる。名前で分かる。で、これなんですけど、うん、こうやって全面的にね、こうやって潰すように広げたら、うん、ちょっとあんまりまた触りすぎないように放置しておきます。で、半分に分けたやつのうち前半は結構カリカリにして油も出して、うん、食感を。で、後半入れるやつはあんまり火入れすぎないというか、ホロホロにして、うん、そっちはジューシーな感じで、一つのあれなのに二度美味しい的な、ね、あ、二つの要するに歯ごたえとか食感か、ね、そうへー。だからまずはこれカリカリになるまで、だいたいまあ中火でだい1分か2分、まあ様子見て、はい、結構カリッとするまで焼いていきたいと思います。はい。じゃあね、だいたいね、結構今1分半ぐらいはやったかな。うん。ちょっと見てみるよ。あ、いいね、焦げ目ついてるの分かるかな。分かる分かる。これおー、湯気が、はいはい、まあこんな感じで、まずはね、もう片面ももうちょっと焼いて、結構カリカリのお肉にしていきたいと思います。はい。ではね、結構カリカリに焦げ目もついてきたので、ここら辺までまず炒め終わったら、残りのね、お肉を入れていきます。あー、なるほどね。こっちはね、ジューシーに仕上げたいから、そこまで念入りに火を入れる必要ないですね。あ、もちろん火は通すんだよ。ちゃんと火は通すんだけど、カリカリにはしないってことだよね。カリカリにはしなくていいよ。これで2つの食感が楽しめると。いやね。で、まあこれも普通にちょっと広げて、うん、軽く火を通したらいいんですけども、まあ最終的にさ、これが全部完全に火が通り切らなくても、うん、この後他の具材を入れて、うん、煮詰めていったりもするから、はい、結構なんて言うんだろう、火通すとさ、ちょっとひき肉もふっくらしてくるじゃん、うん、そんな感じになったらいいかなって感じですね。はい。そんな感じなんで、じゃあとりあえずこっちも炒めていきまーす。へぇ。ではね、だいたいこんな感じで、まぁ、あ、若干まだピンクの部分が残ってるんですけども、大丈夫です。はい。ということで、そしたらまぁ、あ、ちょっとこんなドーナツな感じにして、うん、真ん中ちょっとフライパンの見えるようにしたら、まずはニンニクですね。まぁ、あ、やっぱ普通にね、刻んだ方が味は多分美味しいと思うんですけど、これはもうこのみじん切りに生ニンニク。なるほどね。まぁ、あ、いろんなね、ニンニク売ってるからね、最近ね。あ、これくらいかな。はい。で、まぁ、あ、香りが出るんで、まあ、ちょっと普通に一回油で炒めて、ちょいと香りを、すんごい、ね、すんごいニンニクだったら、もう普通にね、混ぜ合わせていきますと。で、そしたら今度お次は、あー、すげえいい匂い。今度はね、こちらですよ、刻み生姜。へえ。いいですな。で、こちらもね、ニンニクと同じぐらい、よいしょよいしょ、はいよ。いいね、香りが出るのはいいね。これを混ぜ合わせていきます。もううまいね。すごいいい匂いする。もううまいわこれ。うまいね、うん、ちょっ
っと中華寄りなんだね。そうだね。で、はい、匂いからするとニンニクと、生姜入れ終わったら、今度はね、こちらじゃん、椎茸と、はい、あと長ネギなんですけども、椎茸はね、これだとね、多分ね、10個分ぐらいが刻んでるかな。まあ、今回のあの肉に合わせた量って感じだね。で、この椎茸をね、入れていきます。いや、これも絶対うまいね。椎茸ってうまいよね。まあ、苦手な方もいると思うけど。あ、そうだね、椎茸苦手な、だ苦手な人ってどうすんだろうね。入れないに越したことはない、ね、入れないでいいんじゃないしかないね。あ、まあでもさ、食感を楽しみたいんだったらエリンギとかでも結構内容がつくし、椎茸嫌いな人はエリンギも嫌いじゃないのかな。いや、うちのね、親がね、椎茸嫌いだったけど、別のキノコ類系は全部食べてたから、椎茸の匂いがダメなんだって。ああ、なるほどね、まあ、わかんないよ、もちろんキノコ全般無理ですって言ってもいるだろうからさ。で、キノコ全般無理な人は今日の料理無理だね。無理だよ。まあまあ、最悪この入れなきゃいなかった。あ、そうだね。で、はいはい、椎茸を入れて、こういうふうに炒めていきますと。なるほど。すでにもう美味しそうだけどね。うまいな、これ絶対。これなんか肉まんの具とかでもうまそう。そうだね、これに普通にご飯にかけて食べられるレベルだね。絶対うまい。はははは。で、こんな感じになったら、はい、これは長ネギも。あ、なるほどね。大体ですね。大体だから、はい、あの同じぐらいの大きさに刻んでいくイメージかな。両方ともなんかちょっとみじん切りじゃないけど、細かく目に切るんだね。そう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 。まあ、あんま大きすぎたらね、食べづらいもんね。そうそう、肉とあんまり違和感がない程度のサイズ。あ、なるほどね。はいはい。いい感じじゃない？いや、いい感じだと思う、本当に。いや、他の具材入ると思わなかった。で、これでまあ、炒めていって、まあ、ちゃんと椎茸とか、長ネギも炒めてたら、多分水分が出てくると思うんで、うん、それも出てきたら、ちょっと水分飛ばしていく感じで、はい、ちょっと炒めていきたいと思います。はい。ではね、これで今大体、入れてから2分ぐらい炒めたかな。うん。で、そしたらそこに、はい、お酒、これは大さじ4杯ぐらいかな、これを入れて、まあ、普通にアルコール分を飛ばして、ここをコクをね、足していきたいと思います。ではね、大体、馴染んできて、水分も結構飛んできたので、ここから、こちらです。味付けですね、いよいよ。で、これなんですけども、はい、合わせ味噌ですね。はい。今回は普通になんかね、合わせ味噌って売ってる麦と米を合わせた、お味噌があったんですけど、うん、それとあと赤味噌を自分でブレンドしております。なるほど。で、それぞれ大さじ1杯ずつ。これは多分好みになるだろうね、作ってみての。で、まぁ、あ、ちょっとこの間、ちょっと結構時間かかるので、ちょっと弱火にしといて、弱火か、まあ、最悪火止めといてもいいですね。はい。で、その間に、はい、味噌、おーっと、重い。で、あとはこちら、甜麺醤、これはね、結構ガッツリと多めにぶっ込んでいきます。はい。結構味は、まあ、この合わせ味噌もあるんですけど、結構甜麺醤なんちゃが強いから、やっぱそこら辺は中華っぽいんだろうね。うんうんうん。で、この甜麺醤甘いんで、うん、で、これ今 90g あるんですけど、この量だからもう全部使い切っちゃって大丈夫です。だからもうちょっとあの大きい甜麺醤も売ってるんで、瓶とかで入ってるようなやつ、そっち使ってもいいかもしれない。よいしょ。今回はもうこれは使い切ります。はい。ということは甘辛っぽい感じの味付けになるってことかな。最初甜麺醤が入ってるから結構甘め。うん。おで、火はついたと。で、これを普通に混ぜ合わせていきます。はい。ではね、合わさってこんな感じになりましたね。いい感じ。いやー、めちゃくちゃ美味しそう。で、はい、まぁ、あ、こんな感じになったら、はい、もうちょっと水分を飛ばしてあげて、はい、じゃあ結構ね、あの油とかも浮いてくるから、それをね、あの混ぜてあげてたら馴染んでくるんで、その油もね、旨味だからね。なるほど。うまく使っていきたいと思います。まぁ、あ、だいたいこれで肉味噌の部分は完成ですね。はい。ということでね、じゃあちょっとこの最初ごりょうごりょうしたこちらの麺も茹でていきたいと思います。はい。ではね、こちら硬質麺ですね。これが本当に美味しいんですよ。で、これ片面に茹でると2分でいいんですよ。はい。マジですぐなんで、一気にもう、じゃあこれを茹でていきたいと思います。はい。とよいしょ。はい。で、これを茹でている間に、あの油そばのソース、ソースというか、タレ、そうだね、を一緒に作っていきたいと思います。はい。で、さっき見切れてたんですけど、一緒に作っていくとか、もう作っちゃってたんですけど、すげえ楽なんだ なんだけど、はい、醤油1、うん、オイスターソース1、はい、お酢1にごま油1、1:1:1:1、なるほど、の分量で混ぜてるだけです。はい。なんで、これを最初に麺に絡めと
置きたいと思うので、はい、茹で上がった麺にこれを絡めて、あとはもう肉味噌だったりお好みのトッピングをして完成なので、はい、じゃあ実際あとはもう盛り付けて食べていきたいと思います。はい、ということで早速自粛していこうかなと思います。はい、でまあ、はい、ちょっと味が薄いかなと。さっきのラーメンのタレ残ってるので、はい、混ぜるんだよね、もうね、混ぜそばみたいなもんだからね。まあ今日はね、ちょっと割り箸っていうね、なんかお店感が出てるね。いい、いただきます。ちょっと混ぜるわ。でもちょっと俺そぼろだけ食べたい。あ、そう、なるほど、ね、いただきます。そぼろって言っちゃった、肉味噌ね。どう、うまっ。うまい。ちょっと俺も食べてみよう。うまい、うまい。椎茸というかさ、これさ、うん、椎茸の食感もあれだけど、ネギもいいね。いいね。これあれだね、普通にご飯の上にかけて、あの黄身の部分だけかけてってやってもすげえうまそうじゃない。うまそう。ちょっと食べてみていい？いいよ。そこまで完全に混ざってはないけども、うん、ちょ俺がその間に頑張って混ぜるわ。いただきます。盛り付けがうまいね。うん、どう？うん、うまい。うまいな。やばい。うん、あ、これだな。ちゃんとあの、うん、最初にこのこれ盛り付ける前に麺はもうこのタレに かけ混ぜてるから、うん、全然しっかり味がついてる麺に。やばいやばい、こちゃん落ちそう。落とさないで。どう味？うん、めっちゃうまい。いただきます。じゃあいいっすか、私もいただきます。うん、あ、ちょっと落ちた、ごめん。いただきます。うん、うまくない？うわ、肉味噌と絡めて。ちょっと待って、落ちちゃった、ごめん。これちょっと、ちょっとこれいなかったことにして、いなかったことにして、もうちょっとかけていい？いいよ。よいしょ。うん、うん、オッケー。ちょっとね、かき混ぜづらいから、あ、ちょっと水分、そう、下の方にね、いっちゃってるからね、ちょっと上の方にかけて。いや、これ、多分、皆さんが見てるあの3倍ぐらい美味しいと思う。うまっ。うん、うまい。これじゃん、これうまいね。うん、あの肉味噌が全然さ、今回こういう何、うん、油そばに合わせたけど、うん、全然ご飯にも合うだろうし、有栄くんにチャーハン作ってもいいだろうしさ、うん、いろんなのに合いそうだからいい。合いそうだね。あとね、これね、我々の大好きなあのメンマね、この大きいメンマね、極太メンマ。うん、合う。うまい。ただ今回彩りのことを考えて、うん、ナルト買ったんだけど、うん、人生で初めてナルト買った。俺ナルト好きなんだよね。でも美味しいね。ただのなんかなんていうの、練り物系の味なんだね、うん、今もう超見てる。最高じゃん。めっちゃ絡んでる今。これが多分最高今。いくよ。どうこういうことでしょ、だから今、うん、いただきます。うまい。うますぎる。あのね、うま、感じで言うと中華風ジャージャー麺みたいな。ジャージャー麺って中華風か。中華風だね。だからジャージャー麺よりジャージャー麺だな、感じで言うと。ジャージャー麺確かに肉味噌かけるしね、うん、ただ多分このタレがお酢が入ってるから、うん、ちょっとあっさりするのかもしれないね。あ、そうだね。だから、うん、ただあっちの方がだから本当この合わせ味噌とかとあのなんか甜麺醤あったじゃん、あれの分量は好みに合わせた方がいいと思う。俺結構好き、うん、甘すぎないで結構合わせ味噌も効いてるし。でちなみに私お酢が大好きなんですよ。そうだよね、めっちゃかけるもんね。でもさ、油そばのさお店で食べるとさ、あのいっぱい酢かけてもさ熱さで飛ぶからさ、全然酸っぱくないんだよね。俺もむせ返るぐらいのお酢が好きなんだよね。うん、冷麺とかもなんかさ、お酢運んできてくれるじゃん、韓国冷麺とか頼んだら、うん、ほぼ全部お酢入れちゃうからさ。俺逆にね、あのめっちゃネギ入れたい。この青ネギの部分もっと入れたいもん。うん、うんうん、あとなんかさ、あの油そば屋さんでさ食べるとき、うん、あの玉ねぎあるじゃん、うーん、あれめっちゃ入れる。あれでもね、多分池袋とかの、うん、限定、あの油そば屋さんだと思う。じゃあ俺あれが好きなんかもね。ちょっと卵かけご飯っぽい味すんだよね。おいしいね。俺の中で。いや、これでもうまいんでしょ、うん、
そのさ、うん、すすると、うん、一気に酢が来るんだよ。それがいいので、蒸せるじゃん、最高、うまい。いや、これ本当にやってほしい。しかもさ、そんなに難しくないからさ。で、多分ね、このさっきさ、2つの食感とか言ってたじゃん、うん、確かに生きてる気がするね。うん、カリカリしてる部分もあるけど、ちゃんとジューシーだしね。やっぱそれをちゃんとこだわってるからこの味なんだと思う。あと、やっぱね、椎茸に入れてほしい。そうだね、椎茸の食感がうまい。わかんない、椎茸俺別に好きだからさ、うん、わかんないんだよね。特に椎茸のなんか匂いが強いなっていう気がしないんだけど、うん、全然美味しいと思うから。苦手な人はだからダメなんだろうね。うん、めっちゃ美味しいけど。本当に、あともやしもうまいしね。うん、もうていうか、いここに今乗ってた具は全部乗せてほしい。あのもやしとこの青ネギ、違う、万能ネギか、うん、万能ネギとかは、あとはメンマね。そう、うめえわ。当たりだな。うんうん、なんだろうね、あの年末にこれを出して、なんか年越しそばじゃないけど、まあ、たまにはこういう年越しそばもいいんじゃないかなって俺は思ったけどね。細く長くでしょ。そうそうそう、うん、おいしかったということで、ちょっといつもより実食の時間がなかったんですけど、おいしすぎました。うまいな、はい、うん、あのね、この肉味噌の部分がとにかく本当にキーポイントじゃないけど、うんうん、多分うまさの秘訣だと思うんで、ぜひね、この肉味噌を覚えて、あのご飯にかけてもいいし、さっき言ったこうちゃんが言ったようにチャーハンにかけてもいいし、多分いろんなものに合うと思うんで、うん、ぜひぜひ作って食べてみてください。ちなみに冷凍してもね、ちゃんと、2週間ぐらい持つかな。そう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 、うん、はい、っていう感じですね。ということで本日は肉味噌油そばを作って食べてみました、はい、ちょっとね、僕たちちょっと散らばっちゃったんですけど申し訳ないです、ちょっと来てなくて。俺もカメラじゃなかったらやってるそれ。ということで以上になります、はい、ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またね、バイバイ。みんなも作って、バイバイ作ってね。